いい感じじゃない？パララララララ、ああもうかなり。じゃあいいね。じゃあステージ背景に合わせてミラクル忍者でいこうか。分身速攻、壁走りの術、いい、楽しいよ、楽しい。お、ゲッチの術、ゲッチの術は出てくる。ほうほうほう、ゲッチの術当てずる。待って待って待って、だいぶ当てづらい。ゲッチの術、あー届いてない。あー届いてない、変身届いてない。あと13匹、いれいれいれ、待てこら。よし、マサオ、おお、どっちだこっちだ。これあれだな、多分ムササビの術だ。うわ、忍法、なんかこれ普通にいける気がするよ。あ、ダメか。チャララン、チャン、遠距離攻撃、遠距離ってほど遠距離じゃないけど、あ、これでこいつを使って上に登るわけだな。いいね、いいね、いいよ。エッチの術、黒タン、ほほー、いいね、いいね、いいね。こっちとかどう？まずはコインなんだな。こいつらを殲滅する。あ、どうしどうし。ああ、こうももう買っといてよかったこれ。変に待つことになるところだった。分身。分身して。リリリ。あとあいつ、あいつを使う。あいつ、あいつ投げ込そう。ゲッチ、よしよー、上、こっちだ。あー、また変身解けた。おー、あ、橋がかかった。回り込むか。アナログダッシュだ。いって、まあ今のは迂闊だった、迂闊なんだけど。え、中菊丸、下方の方は中にサンがいないかな、思うけどいないんだよな。これ落ちたらあかんパターンだろ。忍法壁走り、あう、は、うん、よく分かんなかった。ちょっと待って待って待って、こんだけのことがなんでできなかったんだろう。わかんねえ。いつだってキラリアクサ。悲しいこと言うなよ。お前だって主人、主役になるときは来るよきっと。そう、キラリ役じゃないんだ、ゲッチされ役だよ。よいしょ、次のエリアだよ。あって、おう、あ、ありがてえ、ビスケット。よ、あ、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 
ちゃった忍び足そろそろと、はい、その距離感が捕まえられそうなもんなんだ。あ、ゲージがない、しまったけど。ゲッチュー、あ、もう一匹ゲッチュしたかった。待ってよ、この狭いところでチェイスするのちょっとやだ。よかったよかった、捕まえた。あぶっ、もしやっと通った、くっそあんなんで苦労するグラシャさんじゃないよ。これを登る登る、あ、上に出た、上に、あー、樽じゃなかった、岩が、ほうほうほう、また槍があるな。あー、なんかだいぶ忍者だな、ここ。何が怖い、ちゃんと乗れるかなっていうのがすごい怖いんだよね。ゲッチュの、ゲッチュの術、ゲッチュの術、あー、ゲッチュできない、直線上だったな。ゲッチュ右べー、よいしょ、落ち着いてけよ。多分天守閣には猿がいる、それはわかる。誰だったかな、あそこにいるっていうのが見えたんだ。変身解けた、カトンの術だぞ。ゲッチューバブゾウ、天使閣、この、これ普通に猿の声聞こえたんだけど、どっち、あー、変身ミラクル忍者、これ猿いるんじゃね、うわー、かわいそう、キクベかわいそうだが情け容赦ないぜ。上に行けば猿がいるだろう。変身ちょうど解けた。あ、いたいたいた。あ、シャチオコみたいな猿がいる。シャチー。あと一匹。じゃあ天使閣の殿様捕まえて終わろうかな。あ、あれ。バカ殿様がいる。構えるぜ。よっしゃ、いいね、今の敵ビスケットいっぱいくれた。そっちじゃない、そっちじゃないぜ。おお、ダブルラリアットだと。ちょ待って、バカ殿が逃げるんだよ。おお、しかも縦しか構えやがった。そう、だいぶ知恵をつけてる。いていていて、あー、もうダメだ、ちょっとイラッときたね。ミラクル忍者ゲッチュー、タラッタラタラッタラッタッペン、えい、ステージクリア。一個一個が長いな。13匹、はい、浮きイエローを使う、あ、浮きイエローなんだ。坊やだこと、でも残念だわ、お洋服のセンスがいまいちね。人のこと言えるのかよ。まこの子ったら、日本の伝統ってものを全く理解してないのね。そんなこと言ってると
お里が知れるわよ。なんだと？怒りっぽい子ね。あ、そうそう、スペクター様から暴れん坊さんをやっつけてちょうだいって頼まれてるのよね。暴れん坊？坊やのことよ。坊や、かわいい。どっちにする？何かだよ。あたしと戦うか、それともデートするかよ。分かってるくせに。嘘だろ。なあなあ、どうするの？戦うに決まってるだろ。だいぶ精神のダメージがでかいんだが。よっしゃよっしゃよっしゃ、やだ。こいつすげえやだ。すげえ嫌なんだよ。死んじゃった。精神ダメージがあまりにでかいぜ、こいつは。どうして？やっぱ見なくていいよ。はい。諦めなさい。くまいち！一歩！気力を持ってかれてあんま喋れなかったけど、イエローなんかゲットしました。トモウキ？どいつもこいつも。おい、聞こえるか？なに？聞こえてるわよ、スペクター様。イエローまで人間どもにゲッチュされた。あのデブサル、いや、ウッキーイエローが？信じらんない。ざまみろ、わしを差し置いて目立とうとするからじゃ、あのデブ。今度会ったら。ピンク？あら、ごめんなさい。ピンクったらついって。いいか、これは命令だ。お前のところで絶対にあいつらを止めろ。でもこれからショーのリハーサルなのよね。誰が一番偉いと思ってるんだ。これは命令だ。スタンドモードのマイペースさについて。おかえりなさい。これからも新しい変身のデータを用意する。それにしても、そうだね、もうできれば会いたくないね。とんでもマウンテン、もう水曜スペシャルピコサル探検隊が行く。川口ヒロシが飛びトンボです。まあ飛びトンボも一緒、ぐるぐるまっすぐ飛ぶ、そんだけ。ぐるぐるまっすぐ飛ぶ、実にそんだけだ。13匹、13匹だな。パパララよっ。おお、待って待
くと行けるところがいろいろある。あ、カメラがある、カメラ。よーい、スタート。完全に命綱をつけ忘れた。危ないな。あ、いる。いるよ。ゲッチュー、ギッチー。なんか、ドミドムがだいぶスマートになった。たまには次のボロ。よし。あの、崖っぷち猿はどこにいるんだ。超えちゃったか、崖っぷち。ただね、あー、まあ、いっか、いいや、あいつは。あいつは忘れ、いなかったことにしようかな。あいつのことは忘れるぞ。よいしょー。よいしょ。あ、テントがある、テントがある。テントがあるから、追い出す。めっちゃ、もう。あと11匹もいる。多い。おお、待って、そんな物騒なの飛ばしてくんじゃねえ。こうやれば一発なんだ。あ、いった。うわー、マジかー。あー、すぐそこからだった。あ、いた。出したぞ。ほら、キード。よいしょ、よいしょ。パート1から連チャンで休憩をちょいちょい挟みながら撮っているので、だいぶ消耗が来てる気がしますが、まあ。敵がね、シリーズの中で2番目に強い気がする。2のザコは一番弱かったかな。まあ、一番強かったのは1のザコだけど、それはもう譲らない。絶対あいつは強かった。よし。うわ、待って待って、そういうことする。あー、落ちちゃった。もう、あんなストレートに勝負を仕掛けようとする。避ければ避ければそんなに。こいつが欲しいから。残機を無熱中キャミオ。もう残機がやばい。そう。何？クソ。クソ、猿どもめ。ああ、もうこいつら鬱陶しい。俺が下手くそなんだ。もっと上手くなればいい。そんだけ。そんな単純なことだ。大丈夫、あのサルゲッチ1をクリアしたんで大丈夫、できる、できるはずだ。やればできる、やればできる。変身ミラクル忍者。ミラクル忍者でドーンだぞ。ああ、エッチの術。カミーカミーヤスー。うん、よーし、次のエリアスタート。なんだろう、何かを発見したんだ。
エッチの術、エッチの術。よし、押してみる、押してみるか。変身とこ。お、うん。押してみる、押してみる。あ、お？なんだ、浮遊石か。ララ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 ラ、おい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 、え、ラピュタじゃねえか。いや、羽が生えている。ここどこだ、いって、あーもう、うかつだぞ、残機もないぞ。ワープください、ワープください、ワープください、マジワープください、ワープないと死んじゃう。ワープをください、猿とかどうでもいい、ワープください。ゲームオーバーするとね、今回の猿どっちめんどくさいからね、できるだけ避けたい。いた、猿がいた。ミラクル忍者積極的に使っていこう。忍法、積極的にもうちょっとゲッチの術。あーもうそういうのやだ、この先。あーワンアップあるけど、ワンアップする前に死ぬわ。ちょっとザキに体力もねえじゃねえか。何、やばいなー、やばい。あ、変身どこだ。声はするんだけど、ね、うわあ緊張する。あ、いた、飛んでやがる、すげえ。その飛空能力俺にも。ああ、ふーわ、何が一番めんどいってね、全部捕まえてないことになるっていうのがすごくめんどくさい。はあ、やられたな。いや、さっきのところまで戻しまーす。2匹、3匹か。どこに嫌がるってんだよ、どこに嫌がるってんだよ、猿よ、どこに嫌がるってんだよ。ああ、変身解けた、いた。あ、お前さっきの戦局のあいつ、どんだけ強いんだあいつ。強敵すぎないか、かっこ笑いだけど。よし、よし、あそこにいる。どうやっていけるんだ、あぶね、よーし、あと1匹。あーあーあー、しんどいよー。だいぶ上だな、上に行こう。
恐怖症の人何の意味だろう。星みたいな部屋あ、いた。ゲッチュー。あーもうゲッチュー。ゲッチュなバカ野郎。ミノ、はい、すいません、ちょっとすいませんでした。なんかいろいろすいませんでした。あー疲れた今回。ゲームオーバーのデメリットがちょっとでかいな今回。ふう、猿の数もなんかやたらと多いみたいですし、どうなっちゃうのか分かりませんが、それでは今回この辺で終わろうと思います。ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ふう。